皆さん、こんにちは。これまで、レッドハットエンタープライズ Linux にエンジン X や t h p a と MySQL コミュニティサーバーをインストールして、動作確認まで行ってきました。本日は、この環境に Drupal9 をインストールして、動作確認します。最初に、この CMS 用にデータベースを作成します。ユーザーも作成し、データベースに すべての権限を付与します。エラーが発生したら、大文字小文字、英数字、それに記号を含めたパスワードを作成します。 公式サイトでダウンロードするファイルのリンクを取得します。Get コマンドでダウンロードして展開します。 ドルーパルにバージョンがついたディレクトリが作成され、その中に必要ファイルが含まれています。このディレクトリごと、ディレクトリ名を変更しつつドキュメントルートに移動します。次のディレクトリにドルーパル用にコンフファイルを作成します。ここには、他にも、 www.conf というファイルがあり、これを動作するように編集しても OK です。ただし、知識が必要でトラブルに悩まされました。学習目的の人は内容を見て編集することも一つの手段であると思います。ここでは動作確認している conf ファイルを新規で作成します。 次は、p h p f t m の確認をします。インストールしたばかりだと起動していません。 起動すると lan というディレクトリの下に t h p f p m というディレクトリが作成され、さらにソックファイルも作成されます。この時、ソックファイルの所有権が EngineX ンンであることを確認します。停止すると、 このディレクトリとソックファイルは消えます。このファイルの役割は Engine ンン X と PHP FPM の通信を可能にすることです。 今度は EngineX ンンの動作に必要なファイルを作成します。最初に存在している Default.conf を編集して使い回しても OK ですが、公式サイトに EngineX ンン用の記述例があるので、新規で作成します。この記述例をコピーして貼り付け、編集します。 動画に示すディレクトリにある default.settings.php というファイルを settings.php というファイル名に変更するかコピーしておきます。 このディレクトリの下に、ファイルズというディレクトリも作成します。その後、一番上の階層から下の階層まで、所有権を EngineX ンンに変更します。ここまで終わったら、ブラウザでアクセスしてみましょう。 失敗しました。色踊り自試行錯誤しましたが、SE Linux が原因のようでした。 SELinux とは Linux のセキュリティ機能です。状態を確認後一時的に無効にします。一時的ですので再起動すると有効になります。再度アクセスすると今度はうまくいきました。 途中で不足している PHP の拡張機能が表示されたら適宜修正します。 データベースの構成まで進みましたが、先ほど作成したデータベースの設定が現れません。SQLite しか選択肢がありません。PHP でデータベースを使用できるようにする拡張機能を追加します。 一旦ドルーパルフォルダを削除して、再び設定後インストールウィザードを開始します。今度はインストール済みの MySQL コミュニティサーバーで作成したデータベースに接続できました。 本日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。